昭和23年、日本の平和、世界の平和を願って結成された平和連は、現在、吉田智之連長が連員をまとめています。男踊りは個性を生かし、自由奔放で躍動的に。女踊りはしなやく優雅に。そして小粋な女ハッピー踊りと可愛いちびっ子が加わった息の合った集団の美が特徴です。それではご覧いただきましょう。平和連の皆さんです。Thank you.
ご覧いただきましたのは、伝統色豊かに平和を願う気持ちを踊りに託す平和連の皆さんでした。